Thank you.
Thank you.
青コーラの使者、到着したわよ。やっほー、毎度ごひいきに。長老に言われて代表で来ました。ソロバン、久しぶりだね。一緒に戦えて嬉しいよ。では、わしから一つ提案させてもらってよいか。呼びつけてすまんな。こたびの作戦はすでに聞き及んでいると思うが、それにあたってそなたら青コーラに相談がある。まじないの類でも道具を使ってでもいい。そなたらは水中からドマ城の城壁を崩せるか。できなくもないよ。水雷を仕入れてオイラたちの術も合わせれば、おそらくドッカーンと。よし、ではその準備を頼む。現状の作戦を一つだけ変更したい。青コーラは海賊衆と別行動だ。作戦開始に合わせムニコを遡り、上流側の城壁を爆破。ドマ城を水没させてくれ。待たれよ。今は敵陣なれど、ドマ城は取り戻すべき祖国の象徴。それを水に沈めるとは何故にござるか。無論、勝つためだ。水攻めがなれば、城内にいる敵戦力の大半を一掃できる上、夜露の逃げ場も天守閣の上部に限定される。本当によろしいのか。城に格別な思いがあったのは誰よりも若と父上でござろう。ドマとは城にあらず。民が生きれば城などまた建て直せよ。故に今は民と共にこの戦を勝ち残ることのみ考えよ。わしらの国が何かを失うのはこれで最後だ。ヒエン殿、あなたのお覚悟しかと受け止めました。私には何の異論もありません。勝ちましょう。何としても必ず。おいらも了解だ。あんたたちの決意にきっちり応えようじゃないか。長老に伝えて早速準備するよ。皆のおかげで戦の準備はおおよそ整った。青コーラからの報を待って作戦を決行とする。各自最後の仕上げを頼んだぞ。